One two three four 2 3 4 Jo 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 Munji 5 6 7 8 Jo 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 Jin One two three four 2 3 4 Jo 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 Munji 5 6 7 8 Jo Jo jomon Jin on the left side of the helmet of Jomon Venus in Japan you can read number 15 written in cuneiform or in ancient mesopotamian letter number 15 is a sacred number of inanna and also you see number 131 in the painting of the adoration of maggie painted by leonardo da vinci number 131 stands for Inanna in Jewish Gematria. Thus Jomon Venus Japan is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. This is a very important part of this video, so I repeat it again that thus Jomon Venus Japan is linked with Mesopotamian goddess and then with マリア in クリスチャニティ Believe it or not, this is a fact which we should accept 縄文ヴィーナスのヘルメットの左側側面にはメソポタミアのくさび型文字で15と書かれています15はイナンナの神聖数ですまたダヴィンチの書いた 東方山博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味しますこうして日本の縄文ビーナスとキリスト教のマリアがつながりましたここが重要な点ですからもう一度繰り返しますこうして日本の縄文ビーナスと キリスト教のマリアがつながりました信ずる信じないはあなたの問題ということになりますがこれは事実ですつまりあなたが受け入れるか受け入れないかという問題ということになりますここにその物的証拠を皆さんにお見せします広島市ハマメ,メシティジャパン 簡単に概要を説明します。日本の縄文ビーナスです。この縄文ビーナスの左側ヘルメット、向かって右側の側面にはメソポタミアのくさび形文字で15と書かれていました。15です。15というのはメソポタミアの神聖数でイナンナイスタールを意味します。つまり イナンナ・ンシュタールの申請数は15ということですその15がこの縄文ヴィーナスの向かって右側のヘルメットの側面に描かれていたということです書かれていたということですそしてダヴィンチなる画家が描いたとされる東宝山博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き 131はユダヤのゲマトリアによって解読するとイナンナとなりますつまりこうしてイナンナイナンナとつながります縄文ビーナスイコールキリスト教でいうマリアだったのですその証拠を順に皆さんにお見せします Media English writes about so-called Jomon Venus as follows: The Jomon Venus is a dogu, a humanoid clay female figurine from the Middle Jomon period, three thousand to two thousand BCE, discovered in nineteen eighty-six in Chino. Nagano Prefecture, Japan. It was designated a national treasure in 1995, the first German period artifact to be so designated. The dogu is an ochre colored clay statue, 27 centimeter high, and weighing 2.14 kg. The clay from which it is made has been carefully polished and contains mica or shiny silicate mineral. The dogu is thought to be a pregnant woman with broad hips, a pronounced gluteal arch, prominent breasts, and an enlarged belly. In contrast to the overwhelming majority of the 20,000 dogu found in Japan which were fragmented the Venus of Jomon is complete and has all its limbs. I Hiroshayashi however claim that the dogu Jomon Venus is Inanna in Shemel or another name of Ishtar in Babylonia. Here I show you some basic reasons why I claim so or before I show you the total story of 縄文 Venus 日本の縄文 Venus です1986年に長野県の茅野市で発掘されましたこの縄文 Venus については 考古学の一般的な説明では妊婦妊婦となっています妊婦さんですそれはともかくも私林宏は縄文ビーナスイコールイナンナイスター説を唱えていますその基本的な理由をまず皆さんにしっかりと確認していただきたいと思います広志林 ママシティジャパンでは画面を見ながらもう一度最初から説明しますメソポタミアで見つかっているイナンナイナナ・ンタール像ですシュメールではイナンナバビロニアメソポタミアではイシュタールと呼ばれていましたこの像と 日本の縄文ヴィーナスが酷似している点に注意してください左が縄文ヴィーナス右がイナンナ・イシュタール像です細かいところを相互に比較してみますと作り方の基本的なコンセプトが同じということが皆さんにも分かっていただけると思いますつまりヘルメットが同じということですただ、日本のジョー,モンビーナスは、 仮面をかぶっています現地で見ると分かりますが輪郭のところが内側に鋭角に彫り込まれていますで日本の縄文ヴィーナスはこう言いました「私はイナンナなのよ」「イナボンチのイナンナなのよ」と次に左下のアーティファクトに注意してください この像もイナンナ・イシュタール像であると公認されていますシュメールの女神イナンナですそのイナンナの額に注意してください渦巻き模様が表現されていますそして縄文ビーナスの側面にも同じ同じ渦巻き模様が表現されていますこの渦巻き模様が イイナンナンンシュタールのシンボルのボとということになりますつまりそのシンボルが縄文ヴィーナスの側面にも表現されているということです他にもいろいろな場所でこの渦巻き模様が表現されていますが右のブーツのようなものの側面にもやはり渦巻き模様が表現されていますイイナンナンタールの 所有物という意味なのでしょうかでまた縄文イナンナはこう言いました「私はイナンナなのよイナ盆地のイナンナなのよ」とさらに決定的な証拠がありますこののビーナスのヘルメット のののようなものの側面に注意してくださいそこにはこのような奇妙な模様が表現されていますこの模様について視聴者の一人からくさび型文字に似ているという指摘を受けました拡大し明るくしてみます確かにくさび型文字ですそしてこのの模様はくさび型文字の 10の文字の形と一致しました左下に書いてあるくさび形文字に注意してください赤枠で囲ってみましたつまりこの模様は10を表すということになりますそしてその横には5つの点が描かれていますつまり10と5つ10たす5は 15というのは全体を360とした場合その24分の1つまり24分の1の支配権を持つイナンナ・イシュタールの申請数ということになります右の15に注意してください イナンナ・イスタールの申請数は15ですこのようにしてメソポタミアバビロニアの申請数15つまりイナンナ・イスタールと縄文ンビーナスがつながりましただからまた縄文ンビーナスはこう言いました私はイナボンチのイナンナなのよ もうわかってちょうだいよ。妊婦だなんて、オほ,ほほほ、ホ、ずかしい。オほほほほ、私はイナンナ・イスタールなのよ。とです。 Jesus Christ, after fifteen hundred years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is inanna, in again, Maria is inanna. In and here you see it's proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish Gematria. You see it's proof and evidence in this video. 1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が描いたと言われている東方山博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しましたつまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します聖母マリアはイナンナのことであるとその絵の中に 131という数字が隠し込まれていました131はユダヤのゲマトリアつまり暗号によればイナンナを意味しますそれをこの動画の中で皆さんにお見せします「広ロシハマメ,メットシティジャパン」聖母 マリアはイナンナでしたその証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていましたこの絵を注意深くご覧くださいこの右下の部分ですここに文字らしきものが書かれています1500年後のイエスは このような形で私たちに多くの伝言を残していますこれもその一つですこの文字らしきものを180度回転しますするとそこに131という数字が浮かび上がってきます131です独特な1です 1> 1 3 1ですね。で、131をユダヤのゲマトリアつまり暗号によって解読するとイナンナであることが分かります131イコールイナンナということになりますつまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると 1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました繰り返します聖母マリアはイナンナのことでしたまたの名をイシュターつまりイナンナイシュターということになりますマリアイコールイナンナつまりこれがルネサンスの 時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります結論ということになります縄文ヴィーナス・ジャパンですこの縄文ヴィーナスのヘルメットの側面にメソポタミアのくさび形文字によって 15という数字が書き込まれていました15はイナンナの神聖数ですそしてダヴィンチなる画家が描いたとされる東宝山博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味しますこうして縄文ヴィーナスイコールイナンナマリアイコールイナンナとつながっていきます つまり、縄文ヴィーナスイコールマリアとつながっていきます。これが結論です。繰り返します。左側の縄文ヴィーナスはイナンナです。と同時に、右のマリアもイナンナです。こうしてイナンナ、イナンナとつながり、つまり、縄文ヴィーナスイコールマリア、マリアイコール縄文ヴィーナスとつながりました。これが地球における宗教の 結論ということになります。According to Sumerian mythology, it is written in the tablets about Inanna. Who came down to Mesopotamia as follows? Neti asked, Who are you and where are you from? Inanna answered, I am the queen of the land where the sun rises. Then Neti asked Inanna again, If you are Inanna of the land, Where the sun rises? Why did you come here? シュメール神話のイナンナの冥界下りの一節には次のようにあります冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答えるお前は誰だお前は私は 太陽が昇っていくところの天の女王ですもしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならばなぜあなたはやってきたのですか不器の明快なぞへとここが重要です繰り返しますお前は誰だ お前は、私は太陽が昇っていくところの天の女王ですもしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならばなぜあなたはやってきたのですか不器の明快なぞへとここで言う 冥界というのはメソポタミアのウルクであることは言うまでもありません次のページには次のようにありますエアンナ神殿で英語表記名エナ神殿でエナ神殿でそのウルクには少し離れたところにエナ神殿で 神殿が設けられていました。その壁画の一部です。ここに表現されているのは言うまでもなくイナンナです。右がイナンナです。左がウルクの壁画です。比較してみてください。つまりシュメール神話で言うところの冥界というのはメソポタミア周辺であり、そして。 イナンナがやってきたところはウルクだったということになりますウルクのエナ神殿であったということになります広志林ハーママスジャパン東京在住の T.M. さんという方がこんな本を届けてくださいました その本の一節に「イナンナの冥界下り」という神話が載っていましたこの神話は日本人の私たちにとって大変重要な内容を含む神話です翻訳なさったのは杉勇氏と尾崎徹氏です その本の中にイナンナの冥界くだりがありましたもう一度皆さんにその一節を確認していただきたいと思いますそこにはこうあります冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答えるお前は誰だ お前は私は太陽が昇っていくところの天の女王ですもしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならばなぜあなたはやってきたのですか不器の明快なぞへとここが重要です 繰り返します。お前は誰だお前は私は太陽が昇っていくところの繰り返します私は太陽が昇っていくところの天の女王ですもしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば 繰り返しますもしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならばなぜあなたはやってきたのですか不器の明快なぞへと今さらこの一節の持つ重要さを説明するまでもありません。私林博史が 縄文土偶異難な説を唱えてすでに5年以上になります2012年の終わりですその縄文土偶異難な説の証拠がシュメールに残るタブレットの中に書かれていたということになりますでは皆さんをウルクの イナンナンへ案内しますここがウルクですそのウルクの一角にイナンナ寺院がありました別名エンナと呼ばれていました現在はペリガモン美術館にその壁画が所蔵されていますその壁画にはイナンナが彫り込まれています右が イイナンナナナンン像像ででですすマリで見つかったイナンナ像です同じであることを確認してくださいついでですがだんだんスカートになっている点にも注意してくださいこのだんだんスカートが日本の埴輪の原型となりましたそれは別のところで証明しましたこれがイナンナ別名イシュタ ヘブライ名はマリアです。これがウルクですけどもその一角にエナンナ地域がありましたエナ地域と呼ばれています英語表記名はエンエアナエナとなっています注意深くご覧ください It is clear エアナ was dedicated to エ a n a from the earliest ウルク とありますねこのエアナがイナンナイナンナがエアナつまりエアナがエナにつながりそしてイナンナは日本の甲府のイナ盆地へとつながっていきますそのイナンナは太陽が昇る国すなわち日本から来たとシュメールのタブレットには そのように書かれていましたシュメールの時代から日本はすでに「火のいずる国」と表記されていたというのは大変興味深いことですそしてその火のいずる国はまさしくこの日本でした続く動画の中で それを説明します。 In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible it writes as follows And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the East, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. エゼキエル43章は次のように書いています。見ろイスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく。そして神の栄光は大地を照らした。と。広し林浜松市、ハママティジャパン。今ご覧いただいているのが 世界最古の地図と言われているものです。シュメールで発見されました。この地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして情報がアジア、つまりアジア大陸ということになります。 全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方にオリエンスと書いてありますね。つまり、オリエント、東洋ということになります。一般的には、旧約聖書の世界では、東を上にして地図が表現されています。 現在、私たち人間が使っている地図は、北極、つまり北が上になっています。が、シュメール、バビロニアでは、東を上にして書く習わしになっていました、えー。向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、 まだ今から千年近く前まで、前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね。オリエントです。東洋です。まあ、このような地図が使われていた,いたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。えー、この地図注意深く見てくださいね。 やはり左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が書かれています。まあ、中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋あたりということになるんでしょうか。そして上が東、つまり東洋、すなわち日本ということになります。 ここに描かれているのが太陽のマークスなわち日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり同じくキリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に多分これがイタリアだと思われます。そして真上、なわち真東に小さな島が描かれています。この島に注意してください。この島に注意してください。 どうしてここに島が描かれているか逆に言いますと私はこれが日本と判断しました。もう一枚の地図で検証してみますえ。基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右、 グリーンの部分がアフリカ、そして上、黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本、ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。えー、古来より、旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。 右下に見えるのがこれ朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろんこれは日本です。神々の国、日本です。他の地図でもやはり上の方に日本ランドが描かれているようです。さらにこの地図ははっきりしています。その中央上に島が描かれ、その上に太陽が描かれています。 日のいずる国、日本ということになります。皆さん、日本という国は大変な国なんですよ。それを皆さんに分かっていただきたかったので、この動画を皆さんに改めて紹介することにしました。バイ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about German ceramic figures, more than ten thousands of which have been unearthed throughout Japan. But nobody knows who they are, or they are just explained by Japanese scholars to be their neighbors, in most cases, neighbor women in German period. It has been almost two and a half years, however, since Hiroshi Hayashi claimed for the first time in 2012 that they are not neighbor women but the goddess herself, named Inana. Before I talk about it, Wikipedia write about Jomon period as follows. The Jomon period is a time in prehistoric Japan from about 12,000 BC and in some cases cited as early as 14,500 BC to about 300 BC when Japan was inhabited by hunter-gatherer culture which reached a considerable degree of sedentism and cultural complexity. Jomon dogu to 2年半になります 縄文道具はイナンナであったという説です。シュメールではイナンナ、バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれた女神です。縄文道具はそのイナンナであったという説です。そのイナンナの本拠地がこの日本でした。つまりイナンナはこの日本で生まれ育ち、やがてその拠点をペルシャへと移します。が、それだけではありません。あのおいか、延期、 エンリルの神々、そしてシュメールでいうすべての神々がかつてはこの日本に住んでいました。というのが、林博史の縄文道具イコールイナンな説の柱ですが、当初は大変辛辣な批判をいただきました。というか、私自身、そうした批判を受けるのは当然のことと思っていました。内心では、私の説は10年、あるいは20年は理解されないだろうなと思っていました。 あるいは私が生きている間は無理だろうなと思っていました。が、それから2年半余り、最近はかなり様子が変わってきたようです。辛辣なコメントはなりを潜め、より多くの方たちからの指示を得るようになりました。喜ぶべきことなのかもしれませんが、嬉しいと言っても私自身のためではありません。この日本という国は大変おかしな国で、 私がそういった説を唱えたとき、真っ先にそれを否定してきたのが、日本人自身でした。日本にそんなものがあるはずがないという前提で、私の説を否定しました。つまり、日本は神々の国であったというのは、あくまでも神話の世界の話で、現実にはあり得ない話であると。が、それから2年半、私は自分の説をより確信することはあっても、 いささかも揺らぐことはありませんでした。調べれば調べるほどそうなのですから、どうしようもありません。つまり、より多くの方たちが、この日本を、日本を見直すきっかけになりつつあることを、私は率直に喜んでいます。日本人の皆さん、私たち日本人は、言うなれば、とんでもない歴史に包まれた国に住んでいるのですよ。それを一人でも多くの人に気づいてほしい。また、 気づいてもらいつつある。私はそれが嬉しいのです。まず皆さんにプロローグとして古代の神々は自由に空を飛ぶことができたという話を紹介しました。それを具体的に証明するのが林博士のナスカ理論であり、ライン理論であり、そしてテリトリー理論ということになります。それについては詳しくは今までのビデオの中で紹介してきましたので、 ここでは割愛させていただきますが、一方で神々と言い、その都度手を合わせながら、神々は自由に空を飛んでいたと主張する私を頭がおかしいと決めつける。こうした日本人が持つ二重構造性は一体どこから来るというのでしょうかというような批判はさておき、縄文土偶が世界の神々と有機的につながっていることをこの動画の中で紹介しています。 有機的というのは、それぞれに関連性を持ちながら、また共通点、類似性を持ちながらという意味です。シュメール、バビロニア、そして現在のセルビアにある、ビンカなどなど。この動画は、いわばそのダイジェスト版ということになります。さらに詳しくお知りになりたい方は、どうか私のウェブサイトの方へおいでください。林博司で検索をかけてくだされば、総合目次をご覧いただけます。 と言っても、どうか誤解なさられてください。私は自分の考えを皆さんに押し付けるつもりは未塵もありません。私が事実を皆さんにお見せするだけです。事実です。その事実をどう判断し、その後どのような結論を出されるかは、私の問題ではなく、あなた方皆さんの問題ということです。つまり、私を信じるか信じないかというようなレベルの話ではなく、 事実を受け入れるかどうかというレベルの話だということです。もっとわかりやすく言えば、こうした事実があなたの周囲にもゴロゴロと転がっているということです。あとはそれに気づくかどうか。そしてそれをどう頭の中で組み立てていくか。私が言う事実というのはそれを言います。で、動画を見ながら説明します。左が縄文ビーナスですね。 そして右がバビロニア、そしてメソポタミアで見つかっているイシュタール像です。コンセプトが同じですね。そして左の縄文ビーナスは歩行補助装置を身につけています。まあ一般的に、まあペルシャ周辺で見つかるイシュタール像、イナンナ像は足が、まあ、異様に細いです。ですからまあこの足では歩くことはできないというふうに私は判断しました。で、歩行補助装置をつけているということですね。そしてまあ両方ともですね、 えー、仮面を被っています。お面を被っています。まあ、そのことはですね、えー、血の市の高校館行きますと、それがわかります。左の縄文ビーナスのこの顔はですね、内側に鋭角に彫り込んであります。つまりお面だということですね。そして右のような、いわゆるまあ、アーティファクトもバビロニアで見つかっています。全く同じですね。ただ、先ほど今,今も言いましたように、仮面を被っていますから、顔が違っています。 こうした仮面もバビロニアあるいはメソポタミアで見つかっています。そして下がインダスバリーで見つかったアーティファクトですね。いわゆるセラミックフィギュアです。そして同じようなものが見つかっていますけれどもこれ、このボタンみたいなのがついてるところに注意してください。みんな同じようにヘルメットをかぶっています。 つまり、こうして、日本の縄文ビーナスと言われている、まあ、土偶はですね、世界の神々とつながっているということですね。これが事実なんですね。で、こうした事実をどのように考えるかですよね。最も簡単に片付ける方法は、偶然という言葉を使うことですね。偶然だ、偶然だ、偶然だ。まあ、偶然という言葉ほど便利な言葉はありませんね。で、それによって全てを片付けてしまうことができます。 右はシュメールで見つかった、いわゆる同じくクレーフィギュアの、まあその見取り図です。で、この花がですね、目と目の中心で尖って立って、まあ、なっ立っているところに注意してください。まあ、まあ人間の花ではないですね。そして左が法隆寺、奈良の法隆寺に肖像されている像、えー、です。同じような像が3体あります。その中の一つが、まあ特にシュメールの神とよく似ています。目が側面についているところに注意してください。 人間は、前についてますね。そして、鼻の穴があ開いていて、そして、まあ、独特な口をしています。こうした像が、まあ、法隆寺にあるということ、そして、シュメールの神々。 そして、現在に残っているということですね。これが青森の三内丸山遺跡に残っている土偶ですけども、三角頭に注意してください。そして同じような像が、現在のセルビア、ギリシャの北部ですけども、そこに残っている、敏感にあります、そこに残っている像と一緒。それから、肩幅がまっすぐ横を伸べて、カクンカクンと折れ曲がって、そして脇の下に大きな空間ができていることに注意してください。そして、それ左が仮面の女神です。 やはり肩幅がカクンカクンと曲がっていて、脇の下に大きな空間ができています。この像とほとんど同じ像が、やはりセルビアのビンカで見つかっています。ですから、日本の甲府とですね、そしてセルビアのビンカとは深いつながりがあったということになります。ただ、右の方は足が異様に細いですね。ですから、下半身だけの土偶も見つかっています。このビンカで見つかっています。 すなわち歩行補助装置だということですね。アッシリア、それからバビロニア、ペンソプタミアでも、レリーフに残っている神々は、皆歩行補助装置をつけていました。そしてこの歩行補助装置をですね、民家の像に当てはめてみますと、このように、まあ、合うわけですね。そして、そのコンセプトが左の、えー、仮面の女神へと繋がっていきます。まあ、このようにですね、まあ、なぜか、 まあ、もう言うまでもないことですけども、古代の神々は地上をですね、自分の足で歩くことはできなかったようですね。ですからこのような歩行補助装置を必要とした。ですから、瓶から残っている像はですね、多くはですね、こうして椅子,の椅子,椅子に座っている像が多いということですね。あの、 中央、三本足に見えますけど、中央で二つの足を束ねてるんですよ。そして特にこうした部分的なところを見ていきますと、おへそですね。見てください。おへその作り方のコンプセプト、全く同じだということです。まあ、これを偶然と言っていいのか、そうでないのか、あるいは関連づけて、こうした事実の中から次の事実を組み立てていくか、どうかは皆さんの問題ですけども、まあ、例えばですね、この肩の周り、あの、端に、右の方は穴が開いてますね。で、左の方は円が描いてある。そしてこの頭を比較してみてください。 同じように三角頭ですけども、左の方は射光器をつけていると思われます。まあ強い光線には耐えられなかったということでしょうね。なぜこうした仮面をですね、青森の、いわゆる仮面がで見つかっている道具にしてもですね、なぜ射光器を必要としたか、射光器ドムとまで言いながら、どうしてそれから一歩踏み込んでエイリアン、あるいはと言わないのかということですよね。この地上では、まあ大気がありますから大変眩しいということです。そして作り方のコンセプトも大変よく似ています。衣服も機械学的な模様を描いて 鼻の先もですね、ちょーんと尖ってますね。これは右の方が、右がですね、今正面図ですけども、やはり同じを、まあ同じというか同じ像ですけども、こうして比べてみますと、まあなってますか。その類似性に皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではないんですね。シュメールの神々と比較してみますと、さらに興味深いことがわかります。まあこれ、あの、右の方はですね、民家です。あの、あの、まあ、まあ、シュメールと言われている地域、現在のイラクから見れば、西にあたるところですね。 先ほど言いましたように、ギリシャの北部です。これがシュメールの女神ですけども、これはイナン、シュメールではもう、イナンダですね。てか、バビロニア来てイシタールなわけですけども、頭に注意してください。頭はポコンと上に出てますね。で、左の、えー、縄文、ごめんなさい、仮面の女神の方は仮面をつけています。仮面って言ってますね。で、この後ろに紐、まあ、がついていることから仮面をかぶっていることがわかります。そしてそれ同じコンセプトで作られているのが、法隆寺に所,所,所,所蔵されている侍像ということになるわけです。で 縄文の神。これはですね、縄文の、まあ、埴輪ということになってますね。そして右がインダスバリーの、まあ、クレーフィギュアですね。セラミックフィギュアですね。土偶です。同じように子供を抱いています。あの、シメルの女神も皆子供を抱いています。が、左のこの埴輪の子供は人間ではありませんね。足を見てください。手を見てください。頭を見てください。人間ではありません。なあち、左の埴輪はですね、仮面を被っているということになります。 まあこうした仮面を皆被っていたわけですね。なぜ仮面を被っていたかと言いますと、まあそういうものを被らざるを得ないような顔をしていたということになるわけですね。まあともかくも、まあバビロニアの、ごめんなさい、左、右のですね、インダスバリーの、えー、道具もですね、左の埴輪も仮面を被っているということになります。こうした仮面説も林老子が捉えましたから、もし興味のある方は、あの、私の ビデオをまたご覧にになってください、まあ、要するにこれは仮面であるという証拠はこの首のところに残っていましたここの首の首ところをよくチューブかご覧ください。む、まあ、やるまあオーバーヘルメットをかぶっているという細いラインが見えますね。まあ、これがまあオーバーホールヘルメットであるという証拠。すなわち仮面であるということになるわけです。右の方も当然、インダスバリーのこのクレイも、クレイフィアガーもフィギュアもですね、仮面をかぶって、まあ、オーバーホールヘルメットをかぶっているということになります。さらに今度はギザの 神と、あの、比較しています。え、これが、あの、長野県知の市で見つかっている、ま、土器ということになっていますね。逆さまにおいて、航路というふうになっています。右がギザ工芸で見つかっている、え、土偶ですね。で、この二つを比べていますと、目の周りに二重線があるところまで同じなんですよ。ただし、左の方は、ま、あの、仮面ですね。 そして、顎の下あたりに生命維持装置のようなものがついています。頭のコンセプトなども同じように使われているところに注意してください。そして、眉間からあの喉にかけての、なんて言いますか、やはりこうなんて言いますか、装置らしいものがついています。そして、首の下にやはり同じような、まあ、生命維持装置っぽいものがついているということですね。そして、その、なんて言いますか、コンセプトが同じであるということです。まあ、左の方はですね、オーバーロールヘルメットというのを私は考えていますし、右の方はですね、えーまあ 現地の人がですね、見て作ったというふうに考えられます。その証拠の一つがですね、もちろんエイリアンですね、ここのところにあるわけですね。こうした奇妙なものも描かれています。そしてこれは UFO ということになるわけですね。そしてまあ、下の方に向かって光線を走っているというところまで表現してあるということです。なあち、右のギターで見つかっている、この仮面はですね、左の、あのあ長野県のに井戸尻高校館にあるあ土器と一致する。さらに左がですね、えー、いわゆる 釈迦道で見つかっているマスクですね。これはあの逆に、逆さまにおいてやはり航路滝っていうふうになってますけども、航路滝ではないですね。やっぱり同じコンセプトで使われていることは、こうして向きを変えてみるとわかります。大きな目ですね。そして中が空洞になっています。いわゆる、まあ、いわゆる、 オーバーロールヘルメットということですね。同じく左がですね、異常時交互感にあ陳列してあるのはドッキうことになってますけども、先ほどの頭を上に乗せますと、綺麗に大きさも合うんですね。そしてこうして乗せますと、まあこれが、まあ、あの、土偶で、全体二つで一つのね、土偶であることはわかります。右がですね、ペルサポリスに残っているレリーフですけども、アフラマザーがダリウス層に、まあ王権を渡しているところですね。そしてこの衣、マントを見てください。このマントが一致しますね。そして、まあ、あのー、それ、ね、髪の毛のポコンポコンと出てるのもわかりますね。そして 頭まあ、もちろん、あの、アフラマザーなどはですね、仮面を被っていました。そうした仮面も見つかっています。その称号も既にいたしましたので、また私のビデオを見てください。そしてこうして合わせていきますと、まあ、左、一番左がですね、これは甲府で見つかっている土偶ですけどもね、頭、顔の方は、まやる、まやる面がつり上がった、まあ、ラム族ですね。そしてこれが蜂の辺に発掘された合唱道具です。 そして同じものがですね、アステカでも見つかっています。まあこれは地下洞窟で見つかった、ごく最近見つかったんですよね。その左側の像がですね、同じコンセプトだということですよね。で、右の像も同時に見つかってますけどもね、八の部で並んで置かれています。まあこれしてみら、見てくださるとわかりますように、この、アステカで見つかった土偶はですね、指が三本です。まあ 5, 5本に見えるんですけど、五本ってことはありませんからね、3本3本いうことになってるんでしょうね。ちょっとあの、ハレーションを起こしてますから見にくいですけども、やはり八の部の土偶もですね、まあ、組んで 6本指指、ね、ずつの指だということですよね、まあ、こうして三角座りをしているということですね。そして右のアーステカの道具はですね、頭が細長いですね。ですから左の方もやはり細長いです。ただ左の方もですね、八戸の辺の 合唱道具もですね、あの、まあ、いろいろ仮面をかぶっているということですね。そしてみんな、ンカで見つかった、やはり同じようなコンセプトで作られた道具です。で、同じ、まあ、道具ですけども、ここで注意していただきたいのは、共にですね、異様に手が長いってことです。この手の腕、腕ですね、腕が長いってことですよね。で、関節がですね、人間の関節よりも一本多いんじゃないかと私はいつも考えています。まあ、ここで一本、二本、三本と折れ曲がれるわけですね。そして肩が横へ伸びていて、まあ、人間にはない脇の下に、 ま、円形の空洞ができるということですね。これ、ま、何を比較しているかというと、手を伸ばしたてどのあたりまでいくかなということ、ま、比較してみたんですけども、まあ、せっかくどうかということも問題ありますけども、手が、手の先がですね、優に膝のところまでく届く、感じですよね。人間はこんなに長くありません。そして肩幅が広いですね。このコンセプトは、青森いわゆる亀川湖で見つかっている射交機道具のコンセプトと同じです。肩幅が異様に広くてカクンカクンと曲がっていますね。そして腰が異様に細いということです。これ、シュメールの神々がみなや、やはり ように腰が細いですね。左がまあスポーツマン、人間の、 背中ですよね。で、いくら、その、スポーツマンにも、ここまでの差はありませんからね。肩幅広いといっても、そして、肩、肩の下ですね、脇の下に、そういった人間の場合は、空間、空はできませんね。しかし、空間ができているってことです。これは、八の部の、まあ、いわゆる合唱道具ですけども、公式の記録に、によればですね、安算を記念して熱心に手に向かって祈る若い少女の素晴らしい傑作であるというようなふうに書いてありますけども、これは少女で、まあ、女性は女性なのかもしれませんけどもね、少女ではありません。 そして頭がね、異様に薄っぺらいことに注意してください。そしてこれが、この道具がですね、まあ、お,お面をかぶって、まあ人間の頭一応乗せてみましたけれども、比較するまでもなく、まあ異様に、まあ、薄っぺらいといいますか、側面図から見ると薄っぺらく見えます。まあこれは人間ではないということですね。そしてさらに調べていきますと、これと同じ道具がですね、ンカでも見つかっています。それもこれから紹介しますが、 その前に指が6本であるということにも注意してくださいね。組んで6本ということは3本ずつですね。左は人間ですけども、組むと10本になるんですね。ですから、あのー、公式の記録によれば古代縄文人が間違えたと書いてありますね。明らかに。ってか,確かに、そう書いてありますよ。でもね、あの、年長時でも指は、指の数は間違いませんから。それからこれが今言いましたように、右のは八の辺で見つかった。 まあ合唱道具、そして左が、ンカで見つかった、やはり同じような道具ですけども、ここで興味深いことがわかります。この足を見ていただきたいんですけども、編み方まで同じですね。そして靴下の、靴下かどうかわかりませんけども、表現の仕方も同じだということです。ンカという国は、まあ遺跡はですね、なれやら日本とはとんでもない関係にあるということが、これでわかってきました。で、こうしてまあ線がありますね。で、 まあ、私もですね、このビ私もというか私がですね、この最初にこれに聞いた時には本当に体が震えましたですね。そして足がですね、丸い靴,靴ですね。いわゆる、いわゆる円形の靴。それから、肩幅の表現の仕方。そしてやはり関節が一本多いようにも見えますね。まあ、こうして見ると一本、人は一つですけども、まあ、二つあるということですよね。まあ、このように、まあ、一本関節が多いという意味はそういう意味です。で、まあ、こうして比べていきますと、まあ、 なんとか、あの、八戸の見つかった合唱道具と、民家の道具とが大変コンセプトが同じ。そして、それはですね、えー、アステカの地下道具で見つかった、え、道具と、 一致していくってことです。これを、こうした事実を皆さんはどう考えるかってことですよね。それは後は皆さんの判断ですけども、こうして組み立てていくと、その向こうに見えてくるのは、日本がまさに神々の本拠地であったということですよ。縄文時代の方が古くて長いですからね。そして、オールキャストがこの日本に揃っていて、朝鮮半島、中国半島には、その経過点としてのですね、痕跡は全くないということです。なあち、縄文の神々は、ある時期、ペルシアに渡っていった。 あるいは行き来していた。そしてその、まあ、一般がですね、インドへ渡ったり、あるいは逆流して日本へ来たり、ということになった、ということになります。えー、以上で私の今日の話はありますけども、もし、もし興味を持ってくださるようでしたら、林いで検索、そして私のホームページと置いてください。Thank you very much, and b y e h e l l o This is 広林林 and 乙吉親父 Japan.、Uh, Japanese man's in Korea. Why in the Korean peninsula? 朝鮮半島の前方後円墳。なぜ朝鮮半島に前方後円墳があるのか林林の古墳理論を説明します。ペルシャのあちこちにこのようなレリーフが残っています。右にいるのがアフラマズダ。左にいるのがダリウスウかと思われます。今、アフラマズダがその方に 王権を表すシンボルマークを渡しています。このレリーフの中でもそれが表現されています。リボンのついた丸い輪です。王権を表すシンボルマークです。この、まあ、王権を表すシンボルマークを渡された王はですね、地上の支配権を意味します。それを渡すことができたのは、神の中の神、すなわちアフラマザーということになります。このリボンのついた丸い輪がですね、現在、日本では、 締め飾りとなって残っています。丸い輪に、まあ、リボンですね。丸い輪にリボンです。そして、この丸い輪にリボン、リボンのついた丸い輪が現在の締め飾りというわけです。そして、それが前方後円墳の基本形となりました。こういう形で神々はですね、前方後円墳を地上に配置することによって、 天の仲間たちに向かってこう宣言したわけであります。ここは神々の都市であるぞとですね、それが現在日本に残っているわけです。が、朝鮮半島の皆さんは私とは違った考え方をなさっているようです。おときさんからのメールをお読みください。 で、検証してみますが、朝日新聞がですね、こんな記事を載せました。北朝鮮で前方後円墳が見つかったというのです。これがその前方後円墳ですが、私の家の近所にも、工事現場には同じような前方後円墳がたくさんあります。 で、乙吉親父さんがこのようなウェブサイトを紹介してくださいました。前方後円墳の起源は高送りであるというわけです。墨石塚というのがそれだそうですね。で、同じウェブサイトにはこのような写真が紹介されていました。これは豊墳ということになっているが、見方によっては前方後円墳にも見えると、そういうわけです。 ノーコメントです。ノーコメントです。上が北朝鮮で見つかったという前方後円符。ノーコメントです。そして、これが甲府にある長子塚古墳です。 で、調べてみますと、確かに朝鮮半島では前方後円墳が見つかっているのですね。この赤い印のついたところが、その前方後円墳のあるところだそうです。まあ、現在、その中の一つが紹介されていますけれども、こういう形で残っているのだそうです。前方後円墳のあるところに丸をつけてみます。 えつまり、当初は、前方婚姻風の起源は、朝鮮半島である、というような主張が強くなされていましたけども、この事実は、現在の韓国の人たちにとっては、誠にもってまずいわけです。一番下のピンクの部分が、未満な、日本風です。ちょうどこの位置に、まあ、一致するわけですね。現在、 まあ、韓国の教科書からは、ミマナの日本譜は完全に否定されています。ミマナの日本は、日本符というのは、日本側のデッチャゲというわけです。そしてそれにこうして、日本の学者の中には、ミマナの日本譜はなかったと主張する方もいらっしゃいます。確かに、ミマナの日本譜という言葉そのものはなかったわけですけども、それと同じ 性格を持つ者が朝鮮半島の南にあったことは事実なんですね。で、この地域に前方後援墳を認めるということはですね、まあ、韓国の学者たちにとっても、まあ、ことにもってまずいということになるわけです。なったわけですね。つまり、こうしたところに前方後援墳があるということは、 未満なの日本譜を認めることにつながってしまうからです。それに対してベストアンサーはこのように答えています。つまり、現在韓国にある前方後姻紛は 埋め戻されているというわけです。話を戻しますが、王権のシンボルについての話を少し補足しておきます。少し、って言いますか、同じ話になるかもしれませんけども、お許しくださいね。今、シュメルの神が持っている棒は、棒はですね、日本では尺と言いますけども、真剣を表す棒ということになります。いわゆる神から直接、 ま、この地球そのものの支配権を授かったという意味ですね。この棒です。アフラマズダーがその棒を手にしています。そして、右手で王権を荒らすリボンのついた輪を渡しているところです。やはりこのアフラマズダーも尺を持っています。今左にいるのはミトラで代行として尺を持っています。 そして、どこかの王に王権を表すシンボルマークを渡しています。まあ、こういう形で地上の支配権を渡したわけです。いわゆる神権を持つ神からですね、地上を支配する王権を受け取っているというわけです。まあ、こうしたレリ,リーフはあちこちに残っていますけれども、共通しているのは、 リボンのついた輪を王が渡されているということです。つまりこれが王権を表すシンボルマークということになります。まあ、繰り返しますけども、これが日本の締め飾りとなって現在に残っているというわけです。 日本の締め飾りですね。これを、めでたい日に玄関先に飾ることによって、そのめでたい日を祝ったというわけです。そして、その形が、前方後円墳の基本形となりました。丸い輪に短冊ですが、空から見なければ、この形は、 わからないということです。皆さんもそこに注意してください。空から見て初めてこの形がわかるということです。つまり、初めから空から見て初めてわかるシンボルマークということになります。古代の神々はこのシンボルマークを日本ランドの上に直接焼き込みました。そして、内外の 神々にこう宣言したのです。ここは神々の土地であるぞ、とです。この王権のシンボルマークについて少し、少し補足しておきます。これは長野県の井戸尻で発掘された土器ということになっています。左も土器ということになっています。しかしこれら二つは二つで一対の土偶を表しています。 この土偶の頭の後ろを見てください。丸い輪がついていますね。丸い輪がついています。古代の神々はリボンのついた輪を、リングをこうして頭の後ろにつけていたものと考えられます。そうしたレリーフも残っています。で、同じリボンのついた丸い輪がですね、マヤ、インカでも 発見されています。これはマタベえさんが教えてくださったんですけども、マヤの王たちも丸い輪にリボン、リボンのついた丸い輪を身につけています。その多くは頭の後ろにつけています。つまり、太平洋を越えた メキシコでも同じような王権を表すシンボルマークう、なあちリボンのついた輪が発見されているということです。こうして並べてみますと、丸い輪、リボンが何を意味するか、皆さんにも理解していただけると思います。他にも色々な事実があります。 トラさんという方がですね、仏教法具で使うラクスもその人ではないかと教えてくださいました。向かって右側の胸についているのがラクスです。やはり丸い輪にリボンです。リボンのついた丸い輪があります。まあこういう形で日本の まあ、伝統的な文化の中に根付いているというわけです。術もそうではないかと。当然考えられますね。楽譲に話を戻しますが、これが楽スです。そしてそれが締め飾りとなった。 そしてそれが前方公園墳となった。アフラマザーのレリーフの中にもその形が表現されています。ジ珠、すなわち不動明王が持っている、まあ紐のようなものもこれに似ています。さらに、相撲で 見られるこの回しですね。これも丸い輪にリボンということになります。不動明王です。向かって左に持ってるのが真剣に笑わす尺。そして右に持ってるのが丸い輪にリボンということになります。樹もこの流れの中にあるものと考えられます。まあ、形は多少違いますけども、やはり、 王権を表すシンボルマークということになります。そして世界中で同じようなシンボルマークが見つかっています。先ほど言いましたように、アフラマザーの紋章の中にも隠されています。前方公園墳ですね。締め飾りですね。まあ、こうしたものがですね、 王権を表す。ということになりますと、朝鮮半島の方にとっては、誠にもって、まずいということになるんですね。言い換えますと、朝鮮半島も、かつては、日本の支配下にあったということになるのです。ですから、一部で言われてますように、韓国では前方後円墳が見つかると、ブルトーザーで、 埋め戻されているということにつながっていくわけです。